皆さんこんにちは。生田神社権宮寺の木田隆友です。今日は神社の祭りについてお話しします。神社では年間を通じ数多くの祭りを行って、作物の豊かな実りや人々の平和な暮らしをお祈りしています。年に1回の例祭や春秋のお祭り、そして1日や15日月ごとに定められた日に行う月並み祭、毎日神様にお食事を差し上げる肉祭など、さまざまな祭りを行う、毎日祭りを行っているのが神社だと言えます。数々の祭りは老若男女の垣根を越えて、また日常の生活の役職なども超えて、人々が心を一つにして行える特徴があります。出汁や神輿が出て賑やかに行われるお祭りは、人々が心待ちにする年間の大きな行事ではないでしょうか。ただ現在のコロナ禍の中では、こうした祭りが行うのが難しくなっています。こういう時であるからこそ、神様に祈りを捧げる、神社の中で行うという意味での祭りは、毎日絶やさず一生懸命行っています。神に祈りを捧げ、そしてこのコロナの状況が一日でも速やかに収束するよう願うのが神社の務めの一つだとも考えています。祭りに込められた祖先の願い、思い、そしてそれに基づく人々の暮らし、これらを守るために神社としては祭りを続けていきたいと思っています。歴史を振り返れば、多くの自然災害や疫病が蔓延して人々を苦しめました。その際、神社あるいは国家としての祭りも様々に行われて、それらを収めるよう、抑えるよう、そんな祭りが行われてきたわけです。我々としてもそうした心や精神、歴史を振り返りながら大切に祭りを行ってまいりたいと思います。どうもありがとうございました。